べったら漬けは大根の麹漬けの一種で東京を代表する名産品と言われている。べったら漬けとも書く。表面についた甘酒の麹がベトベトしていることからこの名がついた。毎年10月19日20日に宝大ビス神社がある日本橋大殿町界隈ではべったら市が開かれ東京日本橋界隈の秋の下町恒例行事となっている。 東京に高屋の東京ベっタラ漬けは、東京都中央区観光協会推奨名産品に認定されている。大根の皮を厚めにむき、下漬けで塩を押しした大根を、砂糖、米、米麹で本漬けする。ポリポリした歯触りと甘いが淡白な味が特徴である。漬け込んで10日から15日で食用になるが、風味が変わるのも早く、貯蔵性はない。類似するたくあん漬けとは、 大根を干さずに漬け込む点で大きく異なっており、水分量は80%を超える。食べる際にはたくあんを切る場合の3倍ほどに大きく、切るのが情報とされている。ご飯のおかずではなく、それだけで口の中がいっぱいになる。古仙流に、浅漬けを素直に切って叱られるとあるのは、田舎から江戸へ出てきた下女が、たくあんのように薄く切って出して主人に注意される様を、読んだものである。 歴史は古く、江戸時代の宝田恵比寿神社霊祭の死に遡る。毎年10月19日の夜には、日本橋本町の宝田恵比寿神社を中心とした、日本橋本町、大田馬町、及び杉森神社を中心とした堀留町、人形町近辺の通りで、べったら市が開かれ、べったら漬けが売り出される。徳川吉信はべったら漬けを好んで食し、 昭和天皇と戦前、戦後の進派を代表する、小山役者、花柳木翔太郎も、味覚の秋に似た貴のべったら漬けを味わい楽しんだと、言われる。ありがとうございます。